はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今日は岐阜県の飛騨市高山の上の方ですね、こちらの方材木屋さん製材所の方に来ております。まあ、ウォールナットとヨーロッパの桜があるっていうことだったので、ちょっとそれを見に行きました。まあ、他にもいろいろあるんですけど、これが高山の1位ですね。1位が本当なくなりましたね。しかもサイティス、まあ、ワシントン条約で1位は海外に持っていけないと。まあ、高山のやつはね、1位と堀で使われるんですけど、まあ、なかなか1位のいいのが出てこない。まあ、あとこうやって家具材ですね。まあ、タモとか奈良とかが多いですけど、あるんですけど、本当普通の材もどん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 値上がってきております。もう工家にとってすごい大変な時代になってきてしまいました。まあ、こうやって見るとね、すごいたくさんあるように見えるんですけど、まあそれでもやっぱり天産物っていうものはやっぱりどんどんなくなっていきます。まあ、特に僕はその中でも木という特殊なものを使うので大事に使わなくちゃいけないなとは思うんですけどね。まあ、小さくしているので数は取れますが、まあ、皆さんにねその材木のそういう面白いところを紹介して、まあ、使っていただけるような作品をねこれからもどん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 作っていきたいと思います。いや本当はゆっくりねもっと全部バラしながら見ていくと楽しいんですけど、まあなかなかそんなことができませんので、目的のものだけを見て帰っていきたいと思います。はい、まあ木工やる方ね、まあこういうところに行くのもいいですし、もっと細かく切ってるコッパだけをねこんな感じで扱ってるところもありますので、まあいろんな材木屋さん行かれるといいと思います。ではではまたいろいろ紹介していきたいと思います。